皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日はついにロミの机断捨離します。あのね、ずーっと1年くらい前から机ドレッサーにしたいんだよねっていう話をねしてたと思うんだけど、後で片付けよう後で片付けよう思ってて、もう1年経ったの、思いついてからね、ドレッサーを。でもうやばいと思って、もういらないものもいっぱいあるしって思ったので、今回もうここにある大量汚い机のものとか、これ使わないさ、中学の時の教科書とか全部もう本当にきっぱり捨てます。断捨離、果たしてどれくらいのゴミが出てくるのか。それではスタート。はい、じゃあまずメインは中学の時の教科書たち。あのさ、いつか使うと思って残してあったけど、あのね、高校入ってから一回も開いてないの。だからもう絶対使わないなと思って、どうせ使うとしてもググったら出てくると思うからもう捨てます。だから最初はここの本たちをいらないのも全部こい出して捨てます。本当に片付けがめんどくさくてこんなになっちゃいました。じゃあまずこれ前買った花と夢、付録目当てだったから捨てます。あ、リクがいるの、ここに。ちょっとね、元気になったからね。まずさ、技術とか絶対いらないよね、家庭科とかさ、捨てます。で、これみんな持ってる人いるよね、多分。生理と体づく、もう受験の時めちゃくちゃこれ使った。うわ、懐かしい。見てこれさ、全然使ってないの。一回もうちょっとで中学入るいとことかいるから、一回いるか聞いてみて、いらないって言われたら捨てます。見て、数学、理科、うわ懐かしい、英語ラボだって、これ中学の時のワーク。見て見て、うわめっちゃ間違えてる。捨てます。これ1回も開いてないからね、高校入ってから。で、数学、これも数学ですね、全部。これもいらないです。国語、ワーク、 A もらってますよ、全部提出して。これだけでこの量、やばで、あとは地理とかそこら辺のワークですね。めっちゃ間違えてる。この時本当のみテストでは30点くらいしか取れてなくて、今はまともに勉強するようになったけど。見て、理科、懐かしい、全部中学で。答えとかね、何これ、公民だって、3年2組でよ、ロミ。うわ何これ、超懐かしい、精神の自由、自由権、うわ見たくない。はい、また理科です。2年生のやつだ。ノートとかさ、いっぱいあるんだよね。これ自学ノートみたいなやつで、これは大好きだった先生の思い出のやつなので、これは残しておきます。あ、待って、まだめっちゃあるんだけど。これは高校の枠ですね、1年生の時の。使うかな、わかんないやつ、とにかくここ置いとこう。あ、これ一回も使ってないノートだ、これいるでしょ。うわ、英語ノートだって、使うかこれ、これから。今回本当に使わないものは捨てるって決めたから、これはこれかな。ちゃんとしてないと断捨離じゃないから、断捨離動画なんて初めて。答え、お本ね、小説もゴミ、ブルームの本か。これロミ載ってるからさ、残しとくよね、懐かしい。1個はいいかな、2個あるから。うわ、音楽の贈り物だって、懐かしい。リコーダー、これワンチャンピアノで弾けそう。これ一応残しとこうね、いらなかったら捨てる。見て、折り紙の本だって、やってたわ中学の時、残しとこうかな。あ、ファイルだ、見て、鬼滅ファイル、これ使おう学校で、買っといとこね。あ、これいるでしょ、付箋、これ学校持っていこう。あ、待って、これさ、ママからパクってたやつだ、返すの忘れてた。2年くらい前にママからパクったやつ、これ返しますママに。あとはこれノートもね、これ使わないから。作文用紙はね、いつか使うかもしれないからね。うわ、これパパにさ、欲しい欲しいって言って買ってもらったけど、一回しかやってないやつ。スクラッチです、これ。これやろう。じゃあ次、下。下行きまーす。ジャンプとかさ、正直いらないよね、もうね。多分、付録目当てとかで買ってるから、ロミは。リク、おいで。みんなに挨拶しよう。はい。おいで、おいで、おいで。はい。皆さんね、リクの動画見てくれた方ね、ありがとうございます。今、結構調子良くなって、今ね、いるんですけど、結構ね、優しいコメントもありがとう、みんな。ね、元気になったね。ちょっとね、薬飲んだからね。あー、懐かしい、ルーズリーフ。すごい勉強してる。受験生の時のルーズリーフ、ゴミ。これさ、塾のやつだ。今までの地理とか歴史の内容が3年間分、その中学の、ぎっしり詰まってるから、これはね、いつか役に立つと思う。これ買ったんですよ。うわ、画用紙だ。もう、ボロボロだから、捨てます。
は鬼滅の、あ、これ絶対使わない。あ、待って、もしかしたらこれ小学生くらいが使うノートだから、いとことかがもし使うんだったらあげます。何これ、待って、これさ受験なんだけどさ50点しか取れてないよロミ。あ、違うわ、違う違う違う、びっくりした。普通の学校のテストだ。あ、あ、これ友達が描いてくれた絵が入ってんの。これは入れ物ね。よいしょ。じゃあみんなさ、社会のさ実力テストの点数知りたい。37点45点相当やばいよねこれね。国語50、え、やば、社会37点ってよく高校受かったなこれ。うわ、分厚、今までのテストがいっぱい入ってます。これはちょっと後で、いるものいらないもので中身分けます。多分ほぼゴミだけど、これは犬図鑑、これはいるね。ジブリの本いります。あ、これも、うわ懐かしい、社会のプリントみたいなやつ。あ、ワンピースポスター、これ1種類だけね、買い忘れたから。あ、ノートだ、これも使ってあるやつですね。で、マイコレ、マイコレのあのカードと書いてるやつね。これやつ、わ、ゴミじゃないよこれ絶対。で、ロミが乗ってるチャオ、これはいります。中3なる前くらい、やばい量。じゃあ次こっち、これティッシュケースはいるね。細かいゴミ入れるために袋も用意したから。あ、これはロッキーのヒゲです。ヒゲ、よいしょ。はあ、なんかすごいいっぱい出てくる、嫌なんだけど。で、今回片付け動画っていうより断捨離動画だから、そんな綺麗になるのは期待しない方がいいです。捨てるっていう動画なんでね。ゴミ、うわ、ずっと探してたハサミ、これ今ね、プラスチックとかあの紙とか全部一緒にまとめてるけど、後で分別します。捨てる時見て見て、文化祭の時に友達と作ったうちはロミって書いてあります。もうね、結構ここら辺は終わりました。まだごちゃごちゃしてるけど、いらないものは全部袋に入れたので、次はこっち、机、これ写真撮っていらん。あのね、ロミね、文房具が多すぎて困ってんの。インクないのに残してたりとか、なので、ここにある文房具たちも、ほんと使わないものあってます。これもう使わない。中学校の時のやつだよね。インクないのになんで残す？これはロッキーのおもちゃ、大事なおもちゃだから残してて、一旦出そう、全部。それから綺麗にしよう。使う。よし。で、イヤリングももう使わないんで全部捨てます。あのピアスなんで、もう、お、ローだろう、もうホコリだらけ。なんかわかる、手が入ったホコリっぽい。これ友達がくれたやつ、すごいよこれ。あ、これこれさ、シールさ使うかな。思い出だから、ちっちゃい頃からあるから残してあるけど、残せる、これは思い出。はい、じゃあ一通りいらないものは捨てました。この袋の中に、やばくないこの量で。あ、でもまずあの机の中もちょっとやりたいなと思うので、机の中を、うわっ、最悪。じゃあ次こっちやります。これは、まあ、いらないのほぼないんだよね。あー、文房具ね、これもうさ絶対使わないから捨てます。これなんかいろいろありますね、これ。こういうの、ポーチの中。一回も使ってないよ、これ。断捨離楽しい、意外と。これ、ロッキーのマフラー。リク、リク、おいで。リク、おいで。何これ。うわぁ、懐かしい。これはもう思い出。ほんとに。うわ、絶対使わない。一番下 OK。 次上はあんまないんだよね、あの使わないもの、前片付けたから。で、こういう文房具かね、やっぱりこういうのはもう全然使ってないから捨てます。この財布ももう使わないから。あ、でもカード類とか入ってる。あとで、よし、ラスト。あ、ここはコスメとかだから、いらないものは一切ないですね。終わりだ。はい。
断捨離終了。まあいらないものはもうね一通り捨てられたんだけど、見ての通り汚いじゃんめちゃくちゃ。なので今からちょっと見栄えが良くなるようにします。片付けます。入れられるものはこっち入れちゃおう。はい皆さん、やっと終わりました。あー疲れたガチ。見てこれ全然違くない？ビフォーアフター。机もそうだけど、こっちの棚見えるかな、こっちの棚もめっちゃ綺麗になって、もう本とかいっぱい入ってたけど大体捨てたから、あの教科書とか思い出のものとかは残したんだけど、それでも下だけ埋まったのでめちゃくちゃ綺麗になったと思います。嬉しい。でもねまだねゴミの処理ができてないから、見てこの量、これを今からね、まあ、あの分別して捨てたいと思います。でまだまだもうちょいね綺麗な憧れてるドレッサーにしたいので、鏡とか買って可愛いドレッサーにしたいと思います。じゃあということで今回ロミの机のものを断捨離しました。本当にね捨てがたいものももう思い切って捨てたからかなり量も減ったし、でもまだまだクローゼットとかいらないものいっぱいあると思うから、それも捨てたいなって思います。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。あリクもいいよ。はいバイバーイ。マフラーつけてます。バイバイ。